いつか故郷に帰るぞ。無事に終わりてえな。へっ。まっ。次は討伐数を稼ぐぞ。し。精子を分ければ。兄の捕縛作戦が決行された後、エルヴィン団長を含む調査兵団の主力はストヘスクにとどまり、事後処理に当たっていた。一方、調査兵団の他の兵士たちはウォールローゼ南部の拠点に駐屯していた。お前ら、すぐに支度しろ。え、今日は訓練はないはずじゃん。ウォールローゼ内地に巨人の群れが現れたらしい。え、それが本当なら壁が破られたということになります。私たちだけでは。兵団の主力はストヘスクから戻っていない。まずは現場に近い俺たちで状況を確認しておく必要がある。それともう一つ、妙な貴公子の目撃報告がある。厄介な奴なら早めに駆除しておかねばならん。妙って、あの、貴公子はみんな妙ですけど。詳しいことはまだ何も分かっていない。とにかく行ってみるしかあるまい。巨人が村に。まだ人が残ってるんだ。助けてくれ。来やがれ。手分けして村の住人を探そう。ここまで連れてくればなんとかなんだろう。みんな、村人を見つけたら縁談で知らせろ。どうだ。救命要請だ。急いで行かねば。
せてもらおう。巨人を確認。複数体いるぞ。駆逐してやる。ここにも村人が。この敵で外周が。あの色は助けに行かなきゃ。ドーバッツ追加。この敵で外周が。頼むぞ。落ちろ。わかったぜ。
せ逃げられないわ。こっちで死んないわ。何言ってるんですか。さあ走ってください。大丈夫ですから。やがれ。私も行きますよ。また縁談が。村人が危ない。早く助けに行くぞ。はい。どっから。あっちは苦戦してるみたい。巨人がさらに多数接近。村人に近づけるな。もっと殺す。しやがれ。やった。くそ、巨人に追いつかれる。俺が巨人を引きつける。村人はお前たちに任せた。三毛分隊長がおとりになったの。一人は無茶よ。三毛さんを信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。このでけえ害虫が。お前ら無事だったか。はい、なんとか。何あれ。まずいよ。17メートル以上はある。巨人っていうか獣じゃねえか。ここにあった貴公子か。見て、こっちへ向かってくるよ。なぜだ。巨人が一斉に走り出した。速い。お願いします。あの貴公子の姿が。このまま突っ出しても追いつかれちまうぞ。助かった。あの貴公子を駆逐してやる。吐き倒して。やってやる。
やってやる。死んだかクソ野郎、もう二度と立ち上がるんじゃねえ。やったぜ、やってやる。獣の巨人はどっか行っちまったみてえだな。何だったんだあいつ。貴公子が何を考えているかなんてわからないよ。あいつは明らかに他の貴公子とは違ったと思うけど。ああ、でけえし煙くじゃらだし、普通の巨人よりも頭が良さそうだったよな。ただの貴公子じゃないとしたら一体。